はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、パスカルです。アミチョロです。二人合わせて、あ、できない、待って、パスチョロだ。パスチョロ二人合わせてパスチョロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はフリーダムサンセットという江ノ島でやっている野外イベントに来ました。はい、はい、うん、え、あ、そうそうそう、来ました、はい、来ました。年3回あるイベントが今日、今月、普段は5月にあるんですけど、それが今日は6月の何日、4日にやってます、はい、で、まあ、今日は、まあ、なんか最近の雨、台風とかやんで、こうちょっと曇り空ではあるんですけど、晴れて気持ちいい、こんな空の中、ね、うん、なってる、 iPad がなってる。すごい。こんな晴れた空の中、野外音楽イベントをやってます。で、まあ、このこの空の下ヨガも実はやっていて、はい、ヨガアンダーザスカイって、まあ、まさしくこの名前ですよね。もう本当青空の下で、ね、やってたんですよ。大丈夫です。そうでしたよ、ね、そう、ね、ではこれ、はい、足は繊維で、ったので今腰に当てているので、ご覧ください。両方の手を空と地面の方にぐーっと伸ばしてみましょう。手の穴を広げて、そう、はい。で、今見てもらったと思うんですけど、今のがそのヨガアンダーザスカイっていう名前のイベントっていうか、プログラムかな、催し物で、はい、で、なんかあんなにたくさん人が集まって、こう緑の芝生の上、気持ちよさそうにヨガをやってました、うん、ですね、はい、で、今日は他にもちょっと今この画像から見えないんですけど、そこでウドベさんっていうなんか物販とかもいろいろやってて、結構この江ノ島のコッキング園自体が盛り上がってる感じ、ね、そうですね。で、今日はその最もメインイベントなのがライブ、ライブですね、ライブイベントなんですよ、はいはい、じゃあみちょろちゃん、お願い、ちょっと時間のお願いします、はい、で14時から14時40分までアニゾーさんという方が6弦ベースのベースギター1本で、タッピング奏法っていう結構独特な弾き方でやってくれるんですけど、アニゾーさんにインタビューした映像があるので、はい、実際そちらをご覧ください、はい。そうですね、今回はチャリティーのイベントで、まあ、ちょうどですね、結構ね、震災に遭われた時の人がいるので、地元たちがちょっとね、元気でやってお知らせしてくれた時の、ちょっとこっちでよくわからないファンができちゃって、ちょっと生まれた曲が、できました。今日多分最後にこの曲なんですけど、そのチャリティー CD と思いましたので、ぜひその曲で、ですね、最後に江ノ島の風になりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、今見てもらったと思うんですけど、アニゾーさん、すごい、私たちちょっと名前からしたら少しなんか怖そうだなって感じしてたんですけど、お話ししてみたらすごい優しくて、すごいフランクにいろいろお話をしてくださいました。で、その中でアニゾーさんのなんか音楽のジャンルって何ですかって伺ったところ、まあ一言で言うとニューエイジ、まあ、新世代ってことですね。で、なんでニューエイジなんですかみたいなことをちょっとうんって思ってたら、なんかご本人から説明してくださって、なんか何やってるのかも、分からない、分からない、なんか多分決まってないみたいな感じなんだと思うんですけど、はい、ニューエイジっていう音楽をやってるそうです。で、まあ、今日もしかしたらアニゾーさんの音楽を見るのが初めてっていう方もいると思うので、はい、これだけは抑えておきたいみたいなポイントを伺ったんです、うん、それがなぎちょっとさっきからさ合わせるところ多すぎて笑うんだけど、なぎっていう曲があります。で、この曲は風を止める曲って言われてるんですけど、はい、なんかここ江ノ島って結構ここ風がすごい強くて、うん、その風に合わせて音楽をして、で強い風の時は強い、強く、弱い時は弱くってやってマジステレオだよね弱くってやってて、で多分二層さんが言ってたんですけど、きっとその音楽、風が止む時間がある、うん、その時ドヤーって、うん、ちょうどドヤーってやるって、そうなの でこの風を止める曲、なぎっていう曲を楽しみに皆さんご覧ください。はい、はい、じゃあ次の、はい、お願いします。で、こちら次に14時45分から15時25分に五郎さんという方がディジュリドゥとかカリンバとかコウキンっていうあんま耳なじみのないような民族楽器を使った音楽をやってくれます、はい、で、こちらもインタビューした映像があるのでこちらご覧ください、
五郎さん、今日の意気込みをお願いします。今日の意気込みは、もう言葉にならないぐらい、まあ、この島はね、弁財天、弁財天、弁天様、はい、ご神体が蛇なんですよ。蛇は僕のトレードマーク。あ、そうなんですか。まあ、前からここはよく、フリーダムサンセット参加の、はい、はい、見てね。はい、ありがとうございます。マイク、ダブルマイク、ダブルマイク、もう一人の声がステレオになってるから。あ、はい、すいません。はい、今五郎さんの映像を見ていただいたと思うんですけど、五郎さんにも同じ、アニゾーさんと同じような同じことを伺いました。五郎さんの普段どこで、音楽活動されてるですかって言ったら、まあ、どこでもやりますと一言で言うとおっしゃってました。で、なんだっけ、五郎さん自体がなんだっけ、ヨーロッパツアーとか。そうですね、ヨーロッパツアーとかやってて、でなんか5年間放浪、放浪の旅をしていたそうなの で、うんうん、でなんかそんな雰囲気出てたよね。出てますね。もう完全にそんな雰囲気出てた、うん、なんか民族楽器もめっちゃ似合うみたいな感じがしてた。似合いますね、本当。でなんか、まあ、クラブとか本当どこでもなんかいろんな人とでもバートでもやるので、うん、でじゃあつまり五郎さんの音楽のジャンルといえばっていうと、まあ、ボーダレス、はい、で時も時間も人も場所も超えて、うん、とにかくたくさんの人と音楽をやりたいみたいな、ね、うん、感じが伝わってきました。で、五郎さんにも、今日の絶対伝えたい抑えたいポイントはどこですかって伺ったら、はい、まあ、そもそも五郎さんの音楽っていうのが自分の責任でなんか責任を持って未来を切り開くっていう音楽をやってるんですよね。そうですね。で、なんだっけ、3.11 の地震があって、で誰に責任があるんだろうとか、なんかそうやって分からないこととかたくさんあった、うん、私も思ったし多分皆さんも思ったと思うんですけど、うん、あ、みちょろも思ったよね。思いました。ね、なんとも言えないけど、はい、いろいろあったよね。なんとも言えないね。で、そういう人たちに向けて今回その五郎さんの全部の音楽を聴いていただいて、もう自分で責任を持って未来を切り開く、うん、そういう風な、気持ち、前向きに進んでほしいっていうことメッセージを、いただきました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で次に、すいません、15時半から16時10分までエリーさんっていうシンガーの人なんですけど、そうですね、ラブタンバリンズっていうライブじゃない、すいません、バンドで今ソロでやってるんですけど、うん、そのエリーさんも、うん、インタビューの映像をいただいたので、うん、こちらご覧ください。はい、はい、今日の意気込みですか。あ、じゃあそっちから行きます。はい、わかりました。レミさん、今日の意気込みをお願いします。意気込みっていうものほどのことはないですけど、ですね、私藤沢市民なんですよ。でここ近いんですよ、ね。と言ってもチャリンコで来る根性もございませんが、今日ここでフリーダムサンセットちょっと出られて嬉しいです。だから地域活動みたいな感じがして嬉しいと思います。今日は頑張ります。よろしくお願いします。はい、傘がひっくり返ってます。あ、始まった。あ、はい、ごめんなさい、脱線しています。はい、なんか今エリさんね、なんか映像見てもらったと思うんですけど、実はこの映像を撮る前にちょっと一回声をかけたんですけど、今はちょっとちょっと今ちょっとみたいなこと言われちゃってなんか怖い人なのかなって実は思ってたんですけど、なんか話を伺ってみたら、なんか信念、そう、自分の強い部分があって、それがあるからなんかちょっとこう今はみたいな感じで断れたのかなって。なんか私ああいう芯の強い女性結構好きなんですよ。かっこいいですよね。同性でも惚れます。本当に惚れる。なんかもう服装からしてもうおしゃれ、うん、おしゃれ、ああいうワンピースを着たい。私は、私も着たいです。アミチュル着てそうだけど。あ、本当ですか。ぽいはい。で、まあエリさんのちょっとなんか音楽のジャンルとかっていうのも多分くくるとかっていうのは多分あまりお好きじゃない方だと思うので、伺うことはできませんでした。はい、はい、そうですね。でエリさんはまあそういう結構かっこいい女性で、歌が結構パワフルだったんだよね。本当に力強いですね、うんうん、そうだから、それも楽しみにしていただきたい。はい、はい、
どうぞ。はい、はい、次16時15分から16時55分、うん、ジェブスキーさんっていう、DJ じゃないんですけど、パソコンと機械を使って、うん、楽器じゃないのに、そう、機械なんて言うんですかね、ごめんなさい、そう、楽器じゃないものだけど楽器のように見せるようなエレクトリックミュージックっていうものなんですけど、でこれがあのサックスの奏者のあのバンドのアイデップっていうバンドで活躍をしていて、今ソロでいろいろやっている藤枝慎介さんという方も一緒にゲストでやるそうなので、あの藤枝慎介さん の、 あの映像をいただいたので、インタビューいただいたので、そちらご覧ください。何も入ってない、え、何も入ってない、え、どこからですか、え、ジェブスキーさんあたりからですか、藤枝慎介さん、あ、じゃあもう一回ジェブスキーさんの話もう一回すればいいですか、はい、ごめんなさい、マイク入ってなかった、マイクっていうか遠かったですね、あ、画像が入ってなかった、はい、わかりました、ジェブスキーさんあたりから、はいはいはい、はい、16時15分からあれ、はい、もう行っていいですか、あ、はい、画像がなかった、え、あ、ジェブスキーさんじゃなくて藤枝慎介さんの画像があるポーズ、あー、わかりました、すいません、はいはいはい、すいません、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと撮ったつもりだったら手違いで、手違いで、はい、で藤枝慎介さんはアロハシャツを着てたんですけどなんだろうな、なんかこう本当にね、この辺に住んでそうな雰囲気の方で、でなんかどうしてこの、まあ、同じことを聞いてたんですけど、はい、まあ、なんだっけな、うん、今日のね、今日特に今日の意気込みは、うん、あの実はジェブスキーさんと、まあ、今日一緒に出られるんですけど初めてのセッションっておっしゃっていて、はい、でそのなんだろう経緯とかって伺っていたら、うん、まあ、この後ご説明する井上薫さんっていうその DJ のすごい有名な方がいらっしゃるんですけど、その方の CD に参加してる、はい、音楽作りに参加してるとかって、でそのミックスをジェブスキーさんがやっていて、でお互いなんかこう気になるねみたいな、そう、気になるねみたいなってたらしくて、で今回このフリーダムサンセットのイベントで初めて2人でセッションするので、はい、っていう方ですね、すごい見どころですよね、はい、そこは、でなんか本当にご本人も初めてっていうのがすごい伝わってきて、なんか楽しみっていうのがすごい終始おっしゃってたので、それが多分映像でもカメラでも多分伝わると思うので楽しみにしてください、はい、はい、で最後16時55分から18時50分、先ほどあのご紹介した井上薫さんというとても有名な DJ の人が、はい、ね、やられるということで、はい、私は初めてなんですけど、うん、前回のフリーダムサンセットで、はい、そうですよね、はい、で、まあ、ちょっとその映像とかあの用意することはできなかったんですけど、井上薫さんってなんだろうな、なんかイメージ的には、うん、あの髪がこうちょっと白髪混じりのなんかグレー灰色の髪みたいなので長くて、うん、アミチョルぐらい髪が長くて、ほら長くて、実はこんなにあるんですよとか言って長くて、でなんかあのシャンパン片手にこうさらっと DJ をするみたいな、そういうイメージの方なんですよね。でなんかもう本当に、まあ、有名な方っていうのもあるんですけど、すごいあのめっちゃうまい、私あんまりクラブとか行かないのでわからないんですけど、本当なんかお客さんの盛り上がりが音楽と一緒にグワーっていくのが、なんかあのそこ の、 そのステージの前で一緒にいなくてもすごい伝わってきて、一緒にこう、うわってなる、うえってなる感じです、はい、すごいかっこいい方なので、すごい楽しみにしててください。私も楽しみです、はい、はい、でそんな感じで今日のスケジュールは、うんうん、進行していきま す、 いきます、はい、で私たちも、あーそうか、はい、え、実はその私たちその学生スタッフなんですけど、はい、その同じく同じ大学から来たその学生のスタッフの子があるのインタビュー映像があるので、そちらもちょっと今ご覧ください。はい、3人3人とかじゃないんで申し訳ない、イエーイフリさん初参加、イエーイ、え、どうですか、フリさん、いや、まだちょっと今始まったばっかだけど、今からヨガ行きます。ヨガ行くの、ヨガやるの、ヨガやります。ヨガマジか、ヨガマックとかさっきそこで貸し出ししてたけど、あ、マジですか、買ってこない、ちょっと
雑草まみれになるけど雑草でやります。芝生の上でやります。今日は新しい新しい新しい。どうですかフリさん、なんかアバウトな質問だけど。結構準備とかやってみて面白いなと思って、裏も見れたし、ちっちゃいことが大きいことまでやって、いい経験になりましたね。スタッフ的な、スタッフ的な感じです。はい、的なね、多分ね、今日みんなの想像を超えるぐらいの人入る。これからの次はもう一度だから、まあなんかその人たちと一緒になんか音楽楽しみながら、会場楽しみながらなんかやってほしいなって、まあ去年特論組だったからちょっと思ってる。不思議なイベントですね。不思議なんか今まで自分が楽しむイベントっていう感じじゃなかったんです、うん、他のイベントとかって、うん、会場側だから一生懸命なんかしっかりやんなきゃとかなんかそういうんじゃなくって、ここは楽しみながらやっていいんだなっていう、うんうん、あ確かに、ね、うん、そのなんか不思議だなって一言程度不思議だな不思議だなって楽しいなって思います。ガチガチじゃない感じが、もう初めて会った時から知らない人とかもなんかこんにちはみたいな感じで、すごくなんかいいなって思います。やりやすい雰囲気が確かにいいね。なんかそこの2人、そこの2人撮影したいのないの？ちょろっと頑張ります。頑張ります本当それだけ。最後頑張ります頑張ります。じゃあ頑張ります、やってくださいよ。お前のせいせーの頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、3人とかじゃない、はい、はい、で今のが学生スタッフです。で10分越しぐらいで行きましょうか。はい、はい、柴さんの声です。はい、はい、で今みたいにたくさんの学生スタッフと一緒に、こうフリーダムサンセットをやってます。上げていきます、はい、で私たちもこうやって今日ねこんな風にマイク持って喋るとは思ってなかったので、すごい若干緊張して、タジタジですいません失礼しました。はい、はい、あ、もう少しお付き合いいただいてよろしいでしょうか。ちょっとどうしよう、ちょっと顔のテカリとかが気になっちゃうんだけどどうしよう。ちょっとお色直しを、お色直ししたいね。お色直しをまずい。はい、はい、で今時間的に言えば2時5分ぐらい前かな。そうですね、でだいぶその人が集まってきてのもうね、そこ今この私たちの目線からこっち側に向かってすごいこうお客さんが入ってきてたんですよ。さっきのちょうど30分ぐらい前、この今リハーサルとかやってたんだけど、リハーサルしてるぐらいは全くお客さんいなくてスタッフしかいなかったんだけど、もう今見るとだいぶお客さんいらっしゃって、なんかちょっとね、いい感じ、ワクワクするよね。音楽聞こえるかな、なんかちょっといい感じの音楽が流れてて、もうお客さんだいぶねノリノリな感じでやってくれているんですよ。あ、全然気にしないで撮ってくださいね、撮ってくださいね。はい、どうぞ。はい、そうですね、そうなんですよね。で実は今私たちここに立ってるんですけど、ちょうど視線の真ん前にステージがあるんですよ。で、まあ、って言ってもこっち向かって私たちに向かってステージがあるわけじゃなくて裏にあるんですけど、そうですね、ね、なんかこんなステージの裏も見られるなんてみたいな、だって普段絶対見られないじゃない。そうですよ ね、だからすごいいい経験だって、すぐそこにシンバルっていうのシンバルもあるし、だから譜面台もあるし、そこには何ミキサー、あ違う、ミキサーとか DJ だ、なんつんだっけ、あるし、すごいやってる。ありがとうございます、ありがとうございます。これ舞台裏ですよ。そうちょうどこの感じ、あ、映ってますね、どうも映ってますよ、どうも。はい、今手振ってくれたのが同じ学生スタッフの安西くんで、安西くんです、覚えててくださいね。本名言っちゃったね、私たち黙ってたのに、偽名だったのにアミチョロそう、アミチョロとか言ってたね。はいはい、はい、これが灯台です。灯台です。でちょっと夕方になって時間が暗くなってくると灯台もライトアップします。お楽しみです。楽しみでしょ、キラキラやで、やばい、キラキラ、超楽しみなんですけど、ね、やばいよね。ほらほら、お客さんも多分見えてますかね。で結構年齢層が高いんですよね、だからそのなんて言うんだろう、純粋に音楽とお酒とこの空気感を楽しみたいっていう方がたくさんいらっしゃってるので、もうなんかねすごい楽しそうな、すごい楽しそうですよ ね、になってます。はい、あ、もうなんか何喋ったらいいか分かんない緊張するね、緊張する、ね、え、どうする、何喋る、じゃあ今日うちらの気合を言おう、はい、今日の気合今日の気合、気合入れてきたこと
気合い入れてきたこと。アミチョロだってさ、はい、普段は髪こうストレートに伸ばしてるじゃん、はい、だけど今日髪一本に結んできたことは、はい、気合入ってるでしょ。そうっすね、そうっすね、この気合は風よけ、風よけ風よけもありつつありつつ、はい、そうですね、気合入れてきました、ね、気合入れてきましたよ、はい、で私はちなみに気合は入れてきたのはそうだよ、まあ、眉毛眉毛、そう眉毛、普段の眉毛と生えてるし普段からそうですよね、すいません、すいません、すいません、ちょっと形ちょっと先生に笑われたんですけどでも気合、自分の中でこう眉毛しっかり切っていくと気合入るので、確かに、そう、久々のフリーダムサンセットなので気合入れて眉毛描いてきました私は初めてなのでちょっとどんなのかはまだつかめてないんですけど、うん、絶対楽しくなりますねこれは、うんうん、あれさっき私卒業してからもフリさん来たいってなんかマイクの前で言ったっけ、マイクの前テレビで言った、テレビじゃないわ、ユーストンで言ったっけ、言ってない、言ってないか、でなんか今アミチョロもなんか絶対楽しそうって言うんですけど本当楽しいんですよ、去年私3回参加して、あとバレンタインディスコっていうイベントにも参加したんです、ここでやってるイベントにも参加したんですけど、本当私今大学4年生なので卒業しちゃったらもうこのイベントに学生スタッフとしては関われないんだけど、ぜひねお客さんとして来たいなって思うくらいこの空気感とお客さんと音楽がすごい好き、うん、そうですね、だって普段ねあんまりこういう音楽とか聴かないのよ、あいつも好きなのだ、アミチョロとか何が好きなの、私ヒップホップですね洋楽とかです、ぽいわぽい、私はもうねもうロックしか聴かないのよ、ベーンぽいですね、ぽいでしょぽいですね、そうだけどこんなとこここに来てこういうなんだろうDJ の音楽っていうのとか、うん、全く違うジャンルの音楽も素直に楽しめてるっていうのはすごいですよね、本当に、うん、なんか結構好きになって、ね、きもっと聞きたいなって思って、うん、だけど私があんま詳しくないからどうやってなんか YouTube とかで検索すればいいのかわからないっていうところが、あそうそう申し訳ないぐらい本当は好きなんだけど、うん、もっと知りたいけどみたいな感じがあります、はい、切ね失礼しました、ちょっと風邪をひいているので風も強いもんで、風も強くて、はい、つるりと言ってますつるりと髪の毛が飛んでしまいます、はい、はい、じゃあちょっとすいませんグダグダトークを、はい、お見舞いして、じゃあ最後に、はい、今日のもう一度タイムテーブルを、タイムテーブルをもう一度言います、はい、14時から14時40分がアニゾーさんベースギターの、はい、で14時45分から15時25分が民族楽器を奏でてくれる五郎さんです、はい、で15時半から16時10分がシンガーのエリーさんです、はい、で16時15分から16時55分がエレクトリックミュージックのジェブスキーさんです、で16時55分から18時55分あ50分が DJ の井上薫さんです、はい、では今日は楽しんでください、はい、はい、さようならさようならさようならバスチョルです、アミチョル2人合わせてバスチョロです、バスチョロ、バスチョロ来た、バスチョロ来た、これありがとうございます、はい、ありがとうございました、楽しかった、すいません、ありがとうございました、すいません、なんかいるんです、はい、はい、すいません、すいません、Tonight your turntable master will be皆さんこんにちは、こんにちは、晴れましたね、梅雨なのに。
イエーイ、ありがとうございます。ということで、まあ、5月から延期になりましたけれども、フリーダムサンセット無事開始できるようになりました。それで、いつもの通りなんですけど、皆さんお約束お願いします。タバコを吸われる方は喫煙所でお願いします。喫煙所はあそこの紫の旗のところになってます。それからゴミですね。ゴミは必ずあのピラミッドの下のところにゴミあります。で、基本はできるだけ持ち帰るようにしてください。あの、汚さないということが一つのルールになりますから、できるだけゴミは持ち帰るように。それから瓶の持ち込みは禁止になってます。これは皆さんご存知のように。で、瓶で飲んでると注意されますので、瓶で飲むようにしない、飲まないようにしてください。はい。それからですね、これあのちょっと今日天気いいのであんまり飲みすぎちゃったりして熱中症にはならないと思うけども、あの体の体調管理はしっかり皆さんしてくださいね。それからもう一つ大事なこと、飲みすぎてまあ、この島の人だったりとか、それからスタッフにできるだけ迷惑をかけないようにお願いします。で、お酒の節度を持った飲み方をしてください。それだけ約束して最後まで楽しんでい、きたいと思います。はい。それでは最初のライブ、前半はちょっとここに見えると思うんですけど、あのソーラーパネルがあります。で、まあ、基本的にはここで使う、音響機材の 30% ぐらいを、このソーラーパネルで、発電をしています。で、僕は別に反対をするっていうことは簡単なことなんですけど、どうも散々使ってきて今更手のひらを変えてあれが悪だというのも僕はちょっとと思ったんですね。ということはまずはこうやってできるんだということを証明していきたいと思ってます。なのでそういう意味でここで使うステージで使う電力の 30% をソーラーパネルで賄っていこうと。じゃなくてもいいじゃないっていう話です。それだけは僕は伝えたいためにわざわざ、新木場までこのパネルを取りに行ってきて使ってます。ということでその辺のコンセプトも、まあ、感じてもらいつつ、じゃあ最初のライブに行きたいと思います。ミクシーのコミュニティ、ここでミクシーのコミュニティに入ってる人どれぐらいいますか。ほとんどですよね。あのミクシーのコミュニティでアニゾーさんのリクエストがあって、僕見たことなかったんですけども、あの YouTube で動画見たらこの曲はぜひここで聴きたいと、もう素晴らしいいい曲を僕は聴いてしまったのでここで聴かなきゃという心に決めました。そして今日来てもらいました、アニゾーさんです。ご紹介します。はじめまして、アニゾーと申します。本当にね、こんなあの大きなイベントを呼んでいただきまして、光栄に思っております。皆さん楽しんでますでしょうか。今日はせっかくね張りましたんで、ぜひいい気分になって、ね、楽しんでいただきたいと思います。ということで、ちょっとずつ音出させていただきます。よろしくお願いします。
ます、アニゾーでございます。こんな感じのですね、ビュースギターだけの演奏を、ね、ちょっとふざけたスタイルですけどね、こういうのを一生懸命やらせていただいております。皆さん楽しんでますでしょうか。僕ものすごくね、ものごつね、ビール飲みたいんですけどねみたいなね、ここでね、終わったらパッと行きたいと思います。てなことでですね、よろしかったらですね、僕初めて見たという人ね、気になった方、あちらのねブースの方にですね、チラシとか置かせていただいてますんで、そんなにたくさん持ってきたいんで、と言ってもね、履けないと困るんで、ぜひよかったらね、皆さん1枚ずつ持って帰っていただければなと思っております。あと、ね、横に CD とか DVD とかも並ばせていただいてます。で、安めのですね、5曲入り1000円というですね、これもですね、今日はチャリティーイベントということで、チャリティーのね、アルバムというのもね、僕用意してまして、よろしかったらですね、ちょっと手に取って見ていただければなと思います。そんな曲は次はやらないんですけれど、まあ続けてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
出ちゃったんで気になります、さっきですねちょっとあのユーストリームのインタビューでですね今日は風を止めてみせますっていうようなことを言ったんですけどその曲を今からやってみたいと思います。どこかで必ず風を止めてみせますので、ご注意ください。Thank you.
ありがとうございます。なんか楽しそうでいいね。僕も混ざりたいです。じゃあ次の曲で、本日は最後の曲にいたします。先ほどねちょっとちらっと言いました、2個じゃない、チャリティー CD がありまして、その曲の取材となっております、曲を今からやります。この曲はですね、地震があってからですね、その被災にあった子が電気が最初に通った時に、電話をしてくれた元気な声を聞いて、降りてきたメロディーから作りました。で曲のですねキャッチフレーズがですね、これがあれば大丈夫とか、どんな時でもちょっと元気な時はそんな顔とかね、そういうキャッチフレーズをつけました。ニコっていう曲です。
ありがとうございました。この後もですね、まだまだイベント続きます。皆さんぜひ最後まで楽しんでいってください。どうもありがとうございました。アニゾーでした。はい、アニゾーさんでした。もう一度大きな拍手を。って俺ビール持ってるしじゃあもうゆっくり飲んでってください最後まで。はい、ということでアニゾーさんの CD はあそこの物販で売ってます。アニゾーさんちょっと若干ちょっとお話できますか。はい、その間に五郎さんがスタンバイするんで。はい、アニゾーさんは新宿で、はい、そうですね、今やってるんですか。最近はですね、実は地元が赤羽なんで赤羽でやってる方の方が多かったりとかするんですけど、実はですね、実は情報誌で、はい、東京無料で東京で遊べる100の一つに僕の路上ライブが入ってしまいまして、新宿でやらなきゃいけないっていうのが、ね、あるんですけれど。じゃあ東京で遊べる100分の1の、そうですね、ミュージシャンということで、東京の、ね、無料で楽しめるミュージシャンの一人ってということでですね、本当にさっきやった何さでしたっけ。なぎです。なぎ、あ、そう、なぎという曲が本当にさっき聴いてもらったと思うんです。素晴らしいメロディーで、で、今日ここに来て、まあ、聞いた記念にですね、あそこのCD の物販で売ってますので、ぜひとも買って帰っていただければと。ありがとうございます。よろしくお願いします。アニゾーさんでした。もう一度大きな拍手を。ありがとうございました。楽しんでね。はい、はい、それでは次の五郎さんのライブまでちょっと時間があるんですけども、まず、まずゴミはゴミ箱に捨てて帰ってくださいね、必ず。それから瓶は禁止です。瓶で飲んではいけません。さっきあそこで瓶が売ってましたけど、あれは見なかったことにしてください。瓶は売ってません。それで、瓶で飲んではいけません。これ本当この間フロアで瓶が割れちゃって、まあ、子供たちもいるのですごい危険です。なので瓶では飲まないように。瓶の捨て場もありませんですから気をつけてください。それからですね、まあ今ここでそんなにまだ踊ってないので疲れることはないと思うんですけど、下の方で試音という試圧やってます。それからお子さんがいる方は下でお子さんのワークショップもやってるので、下のフロア風強いんで、こっち下の方行ったらもうちょっとチルアウトできるので、下の方の芝生の方でも楽しんでいってください。そしてですね、あとタバコは喫煙所でお願いします。それからちょっとご紹介します。この後また出てきますけど、藤枝慎介、
今かかってるこの曲なんですけども、ネイチャーブリスというところから8月6日前、もう早出しです。この曲を多分今日初めてここでプレイしますけども、今かかってる曲は藤枝くんのネイチャーブリスから8月に出る、ニューアルバムの、早出し音源です。どんな感じのアルバム？ジャムバンド のダチャンボっていうバンドを、ご存知かどうか分かりませんけども、そのバンドのキーボーディストの畑さんと新しく結成したプロジェクトのポーラーカラーズっていう名前で、新しく出すアルバムアーデイというアルバムです。ということでですね、早出しです、サンプル版今日もらったのでかけちゃいます。で、この後五郎さんのライブがあるのでしばらく、チルアウトしてください。でお酒あんまり飲みすぎないように、あんまり飲みすぎると迷惑かかっちゃうんでよろしくお願いします。じゃあしばらく藤枝くんのニューアルバム8月発売のを聞いて楽しんでください。
それではお待たせしました。五郎さんのライブです。お楽しみください。森の音、楽しんでますか皆さん。イエス。ねえ、最高に気持ち、梅雨だと梅雨入り宣言されたんですけど、今日はもうこんないい天気で。気持ちがいいんですけど、心のどっかで、心の底から楽しめない現実があります。
ここから北へ270キロ今現在も福島の第一原発はメルトダウン、漏れ続けてます。まあ海には国境っていうか、まあ境がないので巡り巡って世界中を回るんですね。もうなんかだいぶみんな慣れちゃって、まあ大丈夫かなって思ったりもするんですけど、まあその答えはこれから3年4年5年経っていくと出ると思います。だから耳を澄まし心を澄まし頭を覚ませば、耳を覚まし心を澄まし頭を澄ませば、ほら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 聞こえてくるでしょう。山を越え海を越え風に乗り波に乗り、遥か遥か日本の彼方から聞こえてくるのは、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 you
カエルの歌やってたの分かった人、はい、よかったね。ここ江ノ島は弁財天、弁天さはさらずどだっていいかな、琵琶を持ってね、水の神様で、こういう芸能ごとのというか、アートの神様、女神様で、で、ご神体が蛇なんですよ。ここ の、 洞窟行くと蛇がいますけどね。で、これ蛇を、コブラを呼ぶ笛です。蛇笛ね。で、まあ蛇なんでご神体、弁天様に一曲やります。
まあ、これはあの吹いてると気持ちよくて止まんなくなっちゃうんですよね。実はあの地震の1週間ぐらい前にタイから帰ってきました。1ヶ月半ぐらい、タイのコパンガンという島のゴールデンロックビーチで、この楽器をずっと夜な夜な弾いてたわけですね。でまあ2011年3月1日満月の夜に歌ってたら、まあ出てきた歌があるんですけど、まあみんなも知ってる歌なんですけど、意味が不思議なんですよ、ちょっとね。まあよくわからない感じがするんですけどね。で地震が来てその曲歌ったら何か意味が分かったんですけど、それをちょっと歌ってみようかな。カゴメカゴメ、カゴの中の鳥っていうのは俺たちのことなんじゃないかなと思ったんですよ。まあいろんなこういうシステムとかね、今も政治なんか見てても茶番だし、そういうカゴにの中にいる鳥は俺たちのことなんじゃないかなと思ったんだけど、いついつ出会うのか、そのカゴから出るのか、それともいろんな仲間たちが出会うのか。夜明けの晩に、まあ、神様と出会う時が夜明けの晩って言われてるんですけどね、日本の伝統的には。でもまさに今が夜明けの晩なんじゃないかなって思ったんですよ。もしみんなが一人一人がね、明るい未来を想像できれば、夜明けを、まあ、みんなが目指せば、今晩かもしんないけど夜明けは来るんですよね。でまあ鶴と亀めでたい、全く違う2匹が出会って、この後ね、でねえ後ろの正面誰、今までこう押し合ってきた、まあ、原発のね話とか、そういう正面をしっかりと見ないといけないんじゃないかと。あるいはあなたの後ろを向いたらね、後ろにあなたの子供や、あなたの子供やそのまた子供や子供があなたの背中を見ているのかもしれないんですけど。というわけで一人で歌うのも寂しいので、今日はゲストに登場してもらおうかな。エリさんお願いします。でこのカゴメって歌はさ、まあ、みんな知ってると思うんだけど、でも最近の子供たちはあんまり教えてもらってない人もいるんじゃないかと。でぜひ絶やさないでいただきたいと。はい、
ごめかごめかごの中の鳥はいついつ出会う後ろの正面あれ正面だれかごめ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 ってなんだか知ってる？こうかごの目なんだよ。わかる？これあのカゴの目見てみてください。あのねダビデの星っていうのは見えるっていう話もあるんですけど、聞いたことないでしょみんな、ね、かごめ復旧委員会というのを発足します。間違えるんじゃない。最後の一曲をやるんでしっかり聞いてね。五郎です。太郎じゃねえよ。ちゃんとお前ら調べてから来いよ、本当に。一番最前列で。ねえ。そうそう。もういいよ。野口五郎と間違えるやつとかいるからね。はいよ。で、最後の曲やりますけど、CD があります。さっきのヨガのね、あのカリンバだけを実は子供が生まれた時にあのバリでね、その生まれた日に泣いてる前でこう弾くと泣き止むんですよ。でお腹にずっとつけて弾いてたから、まあ、それ以来ずっとカリンバ弾いて育ったんですけど、それのだけの CD があります。よかったら直接あそこで売ってないんで僕のとこに来てください。というわけで最後の曲です。
お手を拝借皆さん。こう見えても毎年ヨーロッパ中ツアーをですね、ここ7、8年やってきました。目の前この感じで5万人、スペインだのドイツだのいろんなとこ行きました。日本のみんなはノリが悪いとは俺に言わせないでください。君と僕とのセッションです。早くなったりもしますけれども、しっかりついてきてね。Thank you.
ありがとうございます。ということで、五郎さん、さっきのヨガ用 CD ってあります？どっかであれば、今かけて。あ、すみません、PA の方、五郎さんが今ヨガの用 CD を、さっき五郎さんが言ってたヨガの CD、五郎さんに言うと買えるんですよ。あ、あそこ。しかも全部手書きだから一枚一枚絵が違います。もう今朝買いに来たんで、よかったらぜひ1000円です。1枚1000円で売ってるので、じゃあっちに置いときましょうか、うん、じゃあ1枚ちょっとどんなのか、これちょっとかけてください。